ちは真中寿司です。いつもお世話になってます。本日の動画はですね、前回のですね、視聴者の要望に応えて第2弾ということで、高橋翼の動画の後編ということで、いよいよクライマックスの高橋翼が金秋季インターハイで全日本選手権王者に輝いた斉藤立選手に挑戦していくという最後のクライマックスのところをお話しさせていただきたいなと思っているわけですけども、前半の動画をですね、まだ見られてない視聴者の方はですね、ぜひですね、この動画見て後にですね、一度その前半の動画を見ていただいて、高橋翼っていうのがどういう選手でどういうエピソードを持っている子なのかっていうのを、どっちかというとコミカルな話も含めながら解説させていただいてます。それを見てこの後半の動画を見てもらうと、よりストーリーとしてですね、この高橋翼っていう選手の魅力が伝わるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、一度前半の動画も見ていただければというふうに思っております。でですね、後半から見られている方のためにざっくりですね、高橋翼っていう選手のちょっと説明をしたいんですけども、中学校時代はですね、全国に出て、1回戦で負けてしまうという、特にその実績のあった選手ではなかったんだけども、彼には目標としている選手がいて、中学校の時からも超スーパースターの、先日あの全日本選手権で王者に輝いた斉藤立選手、もちろん中学校の時の力、それから入学当初の力では全くその足元に及ばなかったんだけども、そこを目指すことによって力をつけていって、全国高校選手権春の段階で日本人になったっていう、そういうこのすごいスピードで強くなってきた選手で、人としてもですね、すごくこう魅力的なエピソードをたくさん持っているということで、いろんな意味で魅力あふれる選手だということを紹介させていただいたんですね。で、後半の動画ですけども、春に高校選手権日本一になった後も、この試合には斉藤選手が出てないと、そこを倒すために、あるいは団体で日本一になるためには、もっともっと精進しなければいけないということでね、本当にね、高校選手権が終わって日本一になってからね、全く慢心がなかったんですよね。というよりも、そこからどんどんこう力をつけていって、最終的にはね、インターハイが終わった後に、実業団とか、社会人が一緒に出る、講道館杯という試合にも出場して、過去にですね、全日本選手権に王者になっている、実業団の選手なんかとやっても、ほぼ互角の試合をしたりとかっていう、そういうところまで力を最終的にはつけていった子なんですけども、やはり、その一つの要因となっているのは、金秋季インターハイで、チームの日本一というものと、個人としても斉藤選手を倒すという、高い、この、志があったからだと思うんですよね。で、後半山場となってくる金秋季とインターハイのエピソードになるわけなんですけども、斉藤立選手とですね、初めての対戦をしたのが金秋季なんですよね。金秋季という試合はインターハイの2週間前にあるオープン参加で行われる300校以上がエントリーする全国大会なんですよ。で、この大会の醍醐味としては抜き試合なんですよね。1人が何人でも抜いていけるという非常に過酷な試合なんですけども、実はね、この金秋季という試合でこの高橋翼はね、大暴れをしてるんですよ。うちはその時ですね、5人の総合力としてはそんなに高いわけではなかったんです。で、普通は金秋季という試合は本当に強い、上に上がってくる学校はもう初日とか2日目とかのある程度の段階までは補欠の選手が何人も抜いたりとか、先方受講生中堅の選手が何人も抜いて、副賞隊長の選手、本当に強いポイントゲッターは温存された状態でずっとこう上まで行けるんですよね。ところがうちの場合はいきなり初日からもうその高橋の出番が回ってくるっていう、 ですからよその学校の強い選手より体力を消耗して いたわけなんですよ。組み合わせも非常に厳しくて、3回戦ぐらいからね、有力校と次から次へと当たってったんですよね。県の代表クラス、あるいは全国のトップクラスの学校とどんどん試合をしていく状態だったんですね。ですから、どことやっても対象同士であったり代表戦であったりということで、本当に競った試合を続けていたもんですから、で、特にその準々決勝の時にはですね、実はこの時の金秋季は別の動画でその試合模様を出していますので、そちらもご覧になっていただけるとすごくその臨場感伝わるんじゃないかと思うんですけども、準々決勝はですね、中堅を取って副賞を取って大賞と引き分けて、そのまま延長戦ですから1回の試合で4試合やってるんですよね。そして僅差判定で競り勝ったんですね。で、この時点ですでにもう6人7人を持つ立て続けにこう抜いてきているような状態で、いよいよその準決勝を斉藤立選手、国士舘高校と対決することになったんですね。ところが国士舘高校というのはもううちとは対照的で、5人の全ての選手がエリートなわけですよね。斉藤選手の出番がないわけなんですよ。もうその前が強いから、中学校の時に団体で日本一になっている選手がそのまま上に上がって、そこに斉藤選手が入ってきているという、どうにもならないぐらい強いチームだったわけですね。ですから、そのうちの高橋翼までの4人の選手が一生懸命頑張って、なんとか中堅戦まで持ってくるのか、やっとだったんですよ。ですから高橋は準々決勝まで6人も7人も抜いてきた状態で、国士舘の中堅の選手から登場したんですよね。だからその時高橋翼も非常に体力をもう消耗している状態なんです。僕はその高橋翼を送り出す時に、斉藤選手と勝負がしたいんであれば自分でそこまで行くしかないんだと、道は自分で切り開け、
自分で勝ち上がって斉藤選手への挑戦権を獲得しろということを言ってですね、彼を送り出したわけですよね、試合場に。そしたらね、本当にね、尊敬するんですけど、めちゃくちゃ体疲れてて腕とかもパンパンに張ってる状態なのに、笑顔でうなずいて試合場に上がったんですよ。どういうメンタリティなんだと思って、その前の準々決勝でも4試合分連続でやってるわけですよ。しかも強い相手と、でも自分の力で斉藤選手のところまで行くんだ、そこで自分は挑戦するんだっていうことで、まずその中堅の選手をすぐに1本取って、そして副将の選手もめちゃくちゃ強い選手なんですよ。その選手を裏投げという技で取って、そしていよいよ国士舘の大将スーパースターの斉藤立選手を引きずり出したわけなんですよね。この時の高橋翼の状態はもう満身創痍、おそらくもう試合場に立ってるだけでも苦しいんじゃないかっていう状況で、斉藤選手との初対決がここで叶ったわけなんですよ。僕は翼に、夢が叶ったぞ、自分の力を試してこい、道は自分で切り開いてこいっていうことをまた言ってですね、ここまで来たらですね、細かいアドバイスをしてももうしょうがないわけですよね。もう苦しい状態、きつい状態を凌駕した状態になってるので、もう監督として僕ができることは何もなくて、ただ応援してやる、ただ見て見守ってあげることしかできない、あとはお前のやりたいようにやってこいと、全てを出してこいということで、まあ送り出したんですよね。ぜひその禁酒期の動画で見てほしいんですけどね、すごい試合だったんですよ。高校選手権無差別級チャンピオンの高橋と超スーパースターの大本命斉藤立選手との試合ということで、全ての観客がその1試合に注目している中で、技をかけて投げそうになる、投げられそうになる中で、会場中がどよめく、そういう雰囲気の中での試合だったんですよね。ところがやはりまあ中盤を過ぎて、斉藤選手が仕掛けた内股という技で、高橋翼は背中から畳に落ちて一本負けをしたんですよね。高橋翼が疲労しているということを考慮に入れても、よくはやったと思うけども、やっぱり差がありました。これが高橋翼と斉藤立選手の初対決なんですよね。そこから2大会まで2週間、僕が戻ってきた高橋翼に、お疲れさん、よくやったよと、団体もベスト4だったわけですね。どうだったと、斉藤選手の手応えはどうだと、そしたら本人は、手応えをつかみました、今回はダメだったけども、なんとかなりそうですって言ったんですよ。おそらく彼の中で何かがあったと思うんですよね。感覚として。本人なりに何か手応えがあったんだと思うんですよ。で、私も実は密かに彼が入学してその斉藤選手を倒したいって言った時から、彼のスタイルと斉藤選手のスタイルを考えた時に、体格差ももう歴然とした体格差があるので、斉藤選手は188センチの160キロぐらいあったんですかね。高橋翼は178センチしかなかったので、そこをどう戦術を組み立てるかということで、ずーっと僕なりに3年間考えてきた作戦があって、それはこの禁酒期の時にはね、まだね、本人にも伝えてなかったんですよ。最後一発勝負、すなわちインターハイの時にこの形をさせようと思って作ってきた形があって、それをですね、まあ一つ軸に、ここから2週間高橋に教えていこうという僕なりのその思いもありましたけど、何よりもやっぱりその本人が手応えをつかんだっていうのがすごく心強くて、まあ2週間、これがね、不思議なもんで高校生ぐらいだとね、2週間あるとね、負けるんですよ。で、高橋翼の場合は禁酒期の中でかなり疲労していた状態での試合だったっていうこともありますしね、実はこの高橋翼の凄さっていうのは、この禁酒期で9人も抜いたりとかっていう、その凄まじいメンタリティもあるんですけど、スタミナがあるわけではないんです、この子。スタミナはね、ないんです、実は。これまあ本当に面白い話なんですけど、入学した当初はもう最初のアップと打ち込みだけでいきなりもうなんか潰れてた時もあったんですよ。それはなんでかっていうと、全ての種目を一生懸命やるから努力を残さないんですよね。最初のアップだけでいきなりもうなんかマックスで疲れてるみたいな、だからマックスで疲れた状態で練習に入っていく。だから逆に言うとね、この子のすごいところがね、疲れてる状態に慣れてるというか、疲れててもやれるっていうすごいところがあるんですよ。スタミナはないけど、へばった後にいくらでもいけますみたいな、疲れてからが長いみたいな、体のタフネスとメンタリティを守ってる程度で、ただまあ1回の練習の時に呼吸する水分量とかも半端ないんですよね。よそに出稽古行った時なんかに、行く前にコンビニで2リットルの水を2本買ってたんですよ。それどうすんのって聞いたら、あの練習中全部飲みます、1回の練習で4リットルの水を呼吸するという。だから高校選手権の時もすごい筋肉量をしてるので、水分消費量が半端ないんだと思うんですよね。だからその1試合1試合その OS1 を飲みながら、水分補給をしながら戦ったっていうぐらい、ものすごいエネルギーを消費して試合をする選手なんですね。だからメンタル的にも体力的にも自分の持ってるものを全部精一杯使って戦うっていうところが高橋のまあ一つの魅力ではあったんですよね。禁酒期からまあインターハイまでいろんな取り組みをして、いよいよ最終局のインターハイを迎えたんですね。で、団体戦はですね、高橋翼だけじゃなくて全ての人間が活躍してベスト4に入って、いよいよクライマックスの個人戦最終日なんですけども、斉藤立選手と高橋翼は
反対ブロックなんですね。ですから2人が戦うのは決勝戦、本当の頂上決戦になるんです。ということはですね、まず決勝戦まで上がらないといけないわけですよ。もちろんそれは斉藤選手もそうなんですけども、斉藤選手がですね、決勝戦までの勝ち上がりは全て一本勝ちで、おそらくもうどの試合も1分かかってないんじゃないですかね。高校生じゃ相手にならない。で、高橋翼は前半の動画でもお伝えしたと思うんですけども、乗るか反るかの勝負をする子なんですよ。だから下手すると一か八かで勝負に行ってやられる可能性もある選手なんですよね。で、それが僕は高橋の魅力だと思ってたんだけど、僕はね、この時高橋に、決勝で斉藤選手を倒したいんだよ、準決勝までは我慢して我慢して絶対に下手を打たない戦い方をしろということをね、この時高橋も言ってたんですよ。きつい試合になるかもしれないけども、絶対に無理をしないで確実に勝てる戦い方をしていけということで、ですから1回戦から準決勝までほとんどがゴールデンスコア指導1とか、全ての試合をですね、4分間あるいは4分以上戦って、まあ、決勝まで上がっていったわけですよね。またや、まあ、オール一本勝ちで破竹の勢いで上がってきた超本命の斉藤選手、そして一試合一試合しがみついて決勝戦まで上がって挑戦権を獲得した高橋翼、2週間前には圧倒的な強さで一本負けを喫している。この2週間でどれだけ差が詰まったのか、そして奇跡が起こるのか、いよいよその火蓋が切られる時が来たんですね。僕は試合前高橋翼を呼んで、俺も監督席で今まで自分がやってきた指導者人生の全てをこの試合にかける、俺もお前と一緒に戦う、夢を叶えようということで送り出したんですね。そしたらですね、すごい試合だったんですよ。で、この動画もですね、頂上決戦ということで、このワンシーンだけを出した動画っていうのを別の動画で配信してますので、ぜひそちらをね、ご覧になっていただければね、本当に緊張感のある臨場感のある試合が見れると思いますので、ぜひその動画をご覧になっていただきたいんですけども、実は禁止期の時に言った僕の中では一つ施策があって、今までどの選手も斉藤選手と対戦する時は斉藤選手が強いもんだから、柔道の用語で言うと、この距離を取って間合いを取ってなんとかしのごうとする戦い方をしてくるわけですね。だからそれを斉藤選手はグッと捕まえて投げに行くと。ところがもうそれでは絶対に勝てないと僕は思うんですよ。もうこれこそ一か八かの高橋翼の持ち味を生かして一か八かの勝負に出るしかないということで、僕は高橋には逆に斉藤選手の懐の中に飛び込んでいって、ジャンプしてでもいいから相手の奥襟を掴んで頭を下げさせるんだと、お前の持ち味の力を生かすんだと。そうすれば斉藤選手は今までそういう風に自分に対して思いっきり勝負を挑んでくる選手がいない、みんな逃げてくる選手だから、おそらくペースが乱れるだろうと、感覚が狂うはずだと、そこにつけ込むんだっていうことをずっと禁酒期が終わってから2週間やらしてたんですね。そしたらですね、やっぱりそれが功を奏して本当に前線することができたんですよ。ところがやっぱり網の選手じゃありませんから、斉藤選手はなかなかそう言ってもですね、高橋の技もかからない。ところが前半から中盤後半にかけても本戦の間はね、ほぼほぼ互角で試合をしてるんですよ。僕も見てびっくりしました。おお、2週間でこんだけ来たかと。そうなればもうこれは人間と人間がやってることですから、ちょっとした心の動揺であったりとか、何かの瞬間に勝負っていうのは動くわけですから、どうなるか分からないっていうところまでもう迫れてるわけですよ。で、本戦はお互いになかなか技が出せずに指導2、指導2、要するに同点の状態で4分間の本戦を戦い終えてゴールデンスコアに入ったんですよね。で、ゴールデンスコアに入って高橋翼がですね、小外刈りという技で背中に抱きついて斉藤選手の足をね、払う技で斉藤選手を横倒しにしたんですよ。その時はものすごいもう会場中がもううわーってなって、ポイントが入ったんじゃないかと。ポイントが入ればもうこれゴールデンスコアですから、そこで高橋の勝ちなんですよ。ところがまあ合議の末ポイント入らなかったんですよね。これはもうしょうがないと思うんですよ。審判のジャッジ自体は僕は正しかったなとは今でも思ってます。人にはあれポイントあったよねって言われたんですけども、僕はそういう審判が一回下したジャッジは絶対だと思ってるんで、そこに対しては何も思ってないですね。で、僕はその目にあるお守りを握りしめながら、頑張ってくれ頑張ってくれと。で、高橋はもう一生懸命戦ってるわけなんですよね。ところがまあゴールデンスコアも何分か過ぎた時にですね、やはりこの力の差というのが出てきて、高橋は攻めたいんだけども、斉藤選手のその組手の牙城を崩せずに技が出せない。その中で斉藤選手が大きな技が何回か入ってきた。ここで審判が副審を集めて、高橋に技が出ていないということで3つ目の指導が入って決着がついたんですね。ですから結果とすると、高橋翼は斉藤達選手を倒すことはできなかったんです。僕は戻ってきた高橋翼と握手をしてですね、肩を抱きながら、お疲れさん、よく頑張ったなと、
本当に申し訳ない、前を日本一にしてやれなかった、約束を果たしてやれなかった、ごめんなと。でもな高橋、お前のこの頑張りはすごいぞ。2週間でこれだけ差を詰めたということじゃなくて、3年間一つの目標に向かってここまで迫れた、誰が3年前にお前がここまでやれると思ったと。もしかしたら周りの人はね、斉藤選手がいなければ高橋は日本一になれてたって言うかもしれない。だけどね、俺は思うよ。斉藤選手がいなくて日本一になるよりも、斉藤選手がいてその斉藤選手にここまで迫ったことの方が尊いことだと思うぞ、誇りを持てという話をしたんですよね。いろんな人がですね、私のところにも来てくれて、先生の指導には感服したと、すごい指導力だよねって言われたんですよ。でも僕はね、その時に言ったんですよ。いや、これは僕の指導力じゃないです。僕がいくらいい指導をしても、いくら指導力があったとしても、彼でなければここまで来ないんです、彼の凄さなんですということを言ったんですよね。で、僕は本当に申し訳ないなと思ってる時にね、すごく嬉しかったのがね、彼のね、中学校の先生、私に翼を預けてくれた先生から電話がかかってきて、感動しましたと、先生に預けて本当に良かったと思いますって言ってくれたんですよ。いや、そんなことありませんって言ったんだけども、高橋翼も、そして保護者の方も、そして預けてくださった道場の先生が本当に喜んでくださったんですよね。私も一生懸命やってきたけども、そしてあと一つ勝たせてやることができなかった。その時にまあそういう言葉をいただいてね、本当に私は感動したんですよね。この高橋翼っていう選手はね、いろんな人にいろんな感動を与えてきた子なんですよ。でね、最後にエピソード、試合が終わった時に、準決勝でね、彼が勝った選手が親と一緒に入り口で待ってたんですよ。九州の子だったと思うんですけど、どうしたのかなと思ったら、高橋くんと一緒に写真が撮りたいと。だって準決勝で高橋に負けた選手ですよ。しかも親も一緒に。高橋の強さってそこなんですよね。自分が戦って勝った相手、自分に負けた相手すら引き込んでしまう魅力が。まあそんなことも含めてですね、高橋翼のこの3年間の熱い戦いっていうのはまあたんですよね。現在の国士舘大学でその斉藤選手とは同級生で、高橋も今頑張ってしっかり結果を出していってるんだけども、まあ斉藤選手がどんどん強くなってね、今はかなり差をつけられてしまってるんじゃないかと思うんだけど、僕はね、人生諦める必要っていつまでもないと思うから、彼にはね、本当に最後の最後まで自分がいいって思うまで夢にこだわってね、頑張ってほしいなっていう、まあ思いを持ってます。そういうエールも込めて、まあ、今回こういう動画を撮らせていただきました。ぜひですね、チャンネル登録、高評価の方ですね、お願いいたしまして、まあコメントも、まあどしどし、いただければと思います。また、本日の動画がですね、どこかのシーンでお役に立てれば、参考にしていただければと思います。本日の動画は以上でした。ありがとうございました。